鳥居と鳥形山須賀座神社は、奈良県高市郡須賀村にある神社。式内社で、旧社格は孫社。毎年2月の温田祭りが記載として知られる。現在の祭神は次の世柱。延長5年成立の演劇式神明朝における祭神の記載は四座。祭神四座の否定としては、上記の他次の遺説がある。また、当社地が、 アマテラス大臣を初めて宮中の外で待つたち、山と重ねりの湯であるとする伝承もあり、近世には元伊勢とも称していた。創建の由一書は不詳であるが、出雲国の宮津子神が死に、ガヨルナ、ルミイノチの御霊を、アスカの神ナビに座手高層に命の金守り神と貢ぎ、おけとあり、大国主神が、皇室の近き守護神として、ガヨルナ、ルミイノチの神霊を、 アスカのンナビに放災したとある。また、日本書記主長元年7月の上に、宝兵を許木の国国かかす新アスカ四社住吉大社とあり、天武天皇の病気平舎祈願のため併白が建て祀られた。日本紀略によれば、天朝6年、新宅により、現在の鳥形山へ先座した。寛永17年に、高鳥城に入った高鳥藩書大藩主。 上村家政は、高取城の鬼門にあたる当社を深く信仰した。教法10年に里からの火災により、社殿の大半を消失したため、天明元年に、高取藩八代藩主、上村家里により再建された。平成13年、大滝ダム建設に伴って移築することとなった、吉野の入荷は上神社城社から、旧社殿を譲り受け、天明以来200年を経て老朽化していた社殿を、 再建した。境内には、江戸時代に、式内大社アスカ山口座神社が先座している。大仙罪命、久々のの地名、猿田彦命を祀る。アスカ山は、かつての皇室のご両輪であり、その三神を祀ったものと考えられるが、旧鎮座地は不明である。2月第1日曜日のおたうえ神事、おたうえ祭りには、天狗や沖永、他県後で人々を追い回して、叩いたり、 夫婦和合の所作があり、記載として知られている。境内には、男性器を模した石が多く安置されている。ありがとうございます。